最初話してもしもしって言った方が熱い。もしもし。もしもーす。大体通話してるよ、それ。あ、もしもし。あれ、音聞こえな。あれ、もしもし。音聞こえないんだけど。本当にすぐ切られるんだね。もしもし。あ、もしもし。こんばんは。あれ、何してるんですか。ん、あれ、どうなってんだこれ。もしもし。確かに。あ、もしもし、こんばんは。みんな言う、そうやって。みんな言う。あ、みんな言う、何してる。切られるかと思ったので、男の方で、男の方で切れることが多かった。俺ら今、みんなで斉藤さんやってる。だから。え、じゃあ、結構斉藤さんやってる。え、もう1本目ですか、じゃあ。お、僕も1本目だったんですよ、今。あ、そうなんだ。確かに。え、な、確かに。何歳とかで大丈夫ですか。僕、今、大学4年なんですけど。そう。あ、すごいですか。そう、やった。何歳ですか。でもさ、結局。あれ、え、あれ、もしもし。あれ、Pさん。あれ、富永君。え、すげえ、すげえ、すげえ。もしもし。あれ、今何してんの。今ね。あ、マジじゃん、ちょっと待って。これ、モンテスラーズだ。モンテスラーズだ。マジで、俺今めっちゃ暇なんだけど。暇か。すげえ。今ね、ソファでゴロゴロしてる。関係ない。俺今、机に戻れたんだけど。すごくない、これ。え、今暇。いや、これ昔ね、僕らこの企画やったことあったんですよ。斉藤さんの声もうガンガン入ってる。もしもし。斉藤さんがここで繋がるっていう。すいません、すいません。もういいんで、もういいんで。もしもし、大丈夫。もういいんで。もしもし。いや、こっちの方がすごいいいんで。もう大丈夫です。もう大丈夫です。じゃあ、つなげればいいんじゃない。カメラ。ハウリングすごい。もしもし。洞窟。もしもし。もしもし、ちょっとうるさいな。え、あれ、そのカメラのボタンを。これ。これ本当に今繋がってる。 P さんが奇跡起こした。斉藤さんで、ね、カメラ切る。切るなよ絶対。あれ、どういうこと。一発目だよだって俺ね。うん、 OK。 もしもし。これ昔撮りたかったやつなんだよ。あ、マジですげえよ。隣同士できるかっていうの。え、そんな無理だよって。もしもし。切るよ。もしもし。いいよ、いいよ。もしもし。ありがとうございました。もしもし。あ、もうちょっとカメラの時間とかもある。え、あの、できない。え、ちょっと、もういいっす。ちょっとやる、絶対やるんで。え、ちょっと、いいっす。マジで、ほんとに絶対やるんで。いや、絶対。え、これマジですごいですよ、ほんとは。渋谷で。いや、それも散々聞いて。え、ほんとにすごいんですよ、だから。いや、でも、だから向かないっていうことなんですよね。そうですね。1日5人とか